騒々しいですね。はい、カイドウヒストリア外伝というか別冊、高田馬場懐かしい歴史スポット散歩でございますけども、はい、今回もやってまいりました。高田馬場といえば栄通り、早稲田通りをね、横断歩道を渡って、この小道、この中にも実はいろいろと歴史的なパチアンのスロー絡みの、僕の個人的な思い出のスポットがあるんで、そこをちょっとなぞってみようかなと思っています。それでは早速行ってみましょう。さあ早速1軒目の スポットがやってまいりました。1軒目、はい、カレーが美味しい牛丼屋さん、松屋さんでございます。確かこっちだと思う。もう同じような間口のね、お店に並んでますけど、ここも N タク系のスロット専門店、ビッグプレイっていうお店でした。 N タク BP ですね、略して。何年頃まであったのかな、半然としないんですけど、1階フロア、なんとなんと私の名前の、由来となった今亡きアートテクニコの2号機爆裂連チャン機アニマルが結構遅くまで打てたというのをね、別名アニマル屋さんと呼ばれていたスロット専門店でした。2階フロアはね、あのイブ X とか割と普通の4号機があったんですけど、やっぱ1階フロアもうアニマルでしたね。で94年頃かな、すごい なぜかにわかに編集部内でアニマルブームが再燃して、グレハニスト内池編集部員が、アニマルやっぱいいっすねいいっすねとか言って、ここで91バトやりましょうって言い出したんですよ。周年かなんかに絡めた特別編かなんかで、ここでアニマル打ちましょう1週間ってなってね、僕はまあいいよ、アニマル好きだし、他のその当時いた、ライターでドバドバ工事とかいろいろね、あの古本社小島、あといろいろいましたけども、まあ、内池君も編集だけど一応バトラーとして戦いに参加することになってやったんですけど、クソ負けしましたね。お店は悪くないんですよ、たまたま当たりを引けなかったってだけの話なんですけどね。そのバトの最中のことですよ、まあ僕ちょっと着いたのが遅くなって、もう結構お客さん並んでたんですね。まあまあいいかとか言って、狙い台もそんなねあれだし、朝はねどうしてもそのリセットモーニング狙いでお客さんよかったんですよ。でまあ並んでたらニューガルーラ君が来たんですね。その当時ガイドとは絡みなかったんですけど、あのすぐそこのねオープニング撮ったところの反対側にあったお店で彼はバイトしてましてですね、遅番の日とか休みの日、ここによく彼もアニマルを打ちに来てたんですね。会釈ぐらいはするんですよ、たまにこうコーヒー差し入れてくれたりとかしててね。バトやって、まあ、夜の8時ぐらいまでか、僕は負けました。でもガルーダ君は結構このはずにしていっぱい連チャンして、ガルーダ君出してんなって、景品カードは上だったんで、それ交換して降りてきたら、こっちの島だったから、降りてきたらまだ打ってて、ガルーダ君が、僕はこう景品持ってきたら、あのすいません、あのちょっとお話ええですかねとか言って、ガルーダ君ってその西の人間だったんだけど、どうしたの、お疲れのところすいませんけど、アニマルって2号機なんですけどパンクすることってあるんですかねみたいな感じで言われて、なんかバグでたまにパンクするらしいですよ。これですか、いや今こいつがさっきビッグパンクショーってさあ出ようかと思った、あのすいません、あの今から飲みに行きませんかとかっていきなりそういうことを言い出して、いやさすがにちょっと今日はね帰ってデータを送ったりとか、明日の申し渡しね、データのおすすめ台とか明日の人にちょっと渡さなきゃいけないんで、あそうですよね、すいませんお疲れ様でしたとか言って、その日はその場で分かりました。漫画の中ではその後一緒に飲みに行って親交を深めることになってますけど、本来は僕はその日は帰りました。はい、窓で疲れたっていう。そんなわけでアニマル屋さん、思い出をたくさんありがとうございました。今度牛丼食べに来ます。あのまあちょっとシャワー浴びてちょっと休憩したいなっていう時に地下を降りていくわけですよ。青い看板のね、うがい薬の匂いが漂ってくる。下を降りていく、はい、ここのはずだよ。あらあら、高田馬場の歴史がまた一つ、はい、残念、まあしょうがねえ、これも時代の流れだ。ちょっとね、馬場のグルメスポットをちょっと紹介しておきましょう。養老町ですよ。
日曜日は定休日です、はい、僕一回日曜日時間空いたんでわざわざ車で片道ここまで50キロぐらい来たんですけど、定休日に食らってそのまま今日空いてる要望書とかして板橋大山まで行ったっていう何軒か あるんですよね。もうからし焼き、はい、からし焼き食べてください。じゃあ次行きましょう。はい、さあいよいよ、パチンコ関係の懐かし スポットはもうこれでラストになるのかな。もうやっぱり学生さんが多い町なんで通りを入って奥、まあ、何号目ぐらいじゃない、100メートルぐらい行ったところ、こうね、こっち行くと学校があるんですよね、やっぱり、ね、はい、大学とか専門学校すごい多いん でその角、こう今セブンイレブンさんになってますけど、ここは昔最初はね、USA っていうお店だったんですよ。いつ頃できたのかな、僕がババに来てからもうあったのかな、ちょっと半然としないんですけど、最初 USA っていうお店で、ここもねドリセブジュニアとアラジン2があったかな、確か青パネルでした、はい、まあ例によって、まあ、あの時代でしたからもうどっちもバキバキでしたね。こじんまりとしたお店だったのかな当時は。でその後、今もあるお店なんであんまり言えないんですけど、あの北関東とかにある某 B 店、あとに居抜きで入られたのかな、そこのお店がなかなかもうわっしょいわっしょいなお店で、スロ線だったんですけど手前の島と奥の島でまるで世界が違うっていうそれね98年頃の話なんですよ。もう都内ってねあんまりその牧歌系そんなにぎわってなかったんですけど、手前はサンダーブイ、花火はもう出てたのかな、まだ出てなかったのかな、その当時のユニバーサル系技術介入機分かりやすいね、この辺の往来なさってる学生さんたち目押しで食ってやるぜ小遣い稼ぐぜみたいなね、若い人がとっつきやすい台は手前に置いてあるんですけど、さらに奥に入るとキングガルフ、ビッグウィンクル、青リンゴバージョン、リズムボーイズもあったかな、こういう台いっぱいあって、おいおい今の時代にこんな高田馬場にこんなボッカンボッカンなお店新規でできるのって、その時すごい話題になって、ただ僕はちょうど原稿がクソ忙しい時期でグランドオープンしてからしばらくばっかみたいに出したんですよ、こっち系をボッカン系を、もうすっごい出手間感で悔しかったです。もう美味しい期間打てなかったという、まあ、そういう悔しい思いが詰まったのが栄通りのちょっと中腹にある角の今はセブンイレブンさんに入っているビルでした、はい、高田馬場懐かしいパチンコスポット巡りはとりあえずこの辺ですかね。じゃあちょっと反省会しますね、え暑いしね、どこ行こうかな、今の時間だったらまだ入れそうかな、はい、静かなお店かどうか分かんないですけど、そんなわけでじゃあちょっと反省会いきましょう、はい、反省会っていただきます、乾杯この最初の一杯の爽快感のために生きているようなもんですね。さあそんな感じで今日は初めての試みなんですけどね、もともとこういうねお散歩番組昔やってたんですけどね、実は東京出てきてもう32年か、うん、でやっぱりもうなんか思い出の中に消え去ってしまったスポットっていうのはやっぱり各地にいっぱいあるんですよ。今日はたまたま僕の、まあ、勝ち見としてのキャリアのスタート地点となった町ということで高田馬場を選ばせていただきましたが、今後はねもっといろんなゆかりのある場所、そしてさらには私語りではなく皆さんのその思い出に残ってるどこそこで怖い目にあったとか、今までエピソードとして取り上げてきた体験、もし皆さんね東京ないしはその近郊の町でそういう良くも悪くもエピソード思い出がありましたら、それを皆さんからどんどんピックアップして僕が皆さんに代わって訪れてみるのも面白いかなと考えております。
新たなコンテンツとして定着させようかなと思ってますので、皆さん思い出エピソードどしどしお寄せいただければと思います。というわけで高泥馬場なんですけども、まだまだ語り尽くせてません。もっとね語れることは多々あったんですけど、やっぱり何分初めての試みで、平日の、ね、夕方の高泥馬場なかなかカオスですね。若い学生さん、しかもアジアンエスニックな感じ で昔からね国際色は豊かでしたね、この辺りも。今日は駅の西側ですね、はい、パチンコ店多くて編集部があったちゅうことで、東側です。早稲田方面ですね。早稲田方面は経営センターと、まあ、N タクさんの本店がございます。経営センターはニューガルーダ石川君、ガールズオープンですねがバイトしてて、駅前早稲田口広場の遠い面にある経営センターさん、よく通いましたね。僕の大好きなペガサス41に、あとスーパーバニーガール置いてまして、キュンキュンイワシによく来ましたね。で、まあ、4号機に入れ替わってオリエンタル2が入って、まあ昔の話ですかね、まあ、ちょっと元気なやつが入ってまして、でバトをやろうってなったんです。バトやってたら何日目かの誰かが、いやなんか店員が黙って缶コーヒーとか置いていくんだけど何あれとかいう話になって94年頃かな、うん、ちょうどその頃一時だけ編集部が N タクさんの裏ぐらいにちょっと一瞬移転した時期があったんですよ。なんか理由がよく分かんないんですけど、一瞬だけそっちに曲がりしてた時期があって、なもんでやっぱり自動的にこっち東洋じゃなくて経営センターよく寄ってて、ただニューガルーダ君、ニューガルーダ石川っていう名前で読者ハガキが来るようになったんですね。でそこの経店でバイトしているものです。よくスタッフの皆さんお見かけします。アニカツかっこいいよとか、ね、そういうこと書いてくるわけですよ。こいつどんなやつやって言ったら、ある日も酒井君がそのニューガルーダ石川ってやつ連れてこいとか言って、内池君に命令して引っ張って来させたっていう。最初誰がニューガルダ君か分かんなかったのね。でロックが好きだって書いてあって、その送ってくるハガキってすっごい几帳面な綺麗な字書くのよ、うん、で書いてる内容もねすごい几帳面な感じで、つるっとした可愛らしい顔のね、ちょっと若干小柄でまだあどけなさが残るちょこまかと、それでも一生懸命ホールを回ってるのがニューガルダ石川君だったっていうことが判明しまして、そしてちょいちょい挨拶とか交わすようになって、さっきのアニマル屋さんでの一件もあって、そして気がついたら編集部に出入りするようになってて、いつの間にか僕のこと兄さん兄さんというふうになってて、いつの間にかマッパチを始めてて、今日も実は昼間別の現場で会って一緒に電車帰ってきて馬場で今日別れたんですけど、はいね、時間あればね馬場だからやっぱりガルゾー君と一緒に歩きたかったんですけどね。それはまた別でこういうね飲みロケみたいなものね面白いですよね、うん、スロットバー、スロキッチに対抗してもうスナック、アニケーとか、うん、こんな感じでいらっしゃいませ、いらっしゃいませとか言いながらこうやってね、スナック仕立てでやるのも面白いから、いろいろと構想は膨らんでおります。いろいろ膨らみますよ、あちこち膨らみます。まだ元気ですよというわけで、まだ一杯目も飲んでおりませんので、そろそろぬるくなる前に大好きなビールを飲みたいと思いますので、じゃあそんなわけで高田のババお散歩編、はい、これにてオールアップでございます。はい、次はどこの町に行きましょうかね。ゆるい感じでお散歩させていただきますのでね、今後ともお楽しみください。そして繰り返しますけど、皆様からのあの町この町思い出エピソードをお寄せください。はい、馳せ参じますのでよろしくお願いします。そんな感じでさよなら、いただきます。グビグビグビ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。